俺の看板 AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、新しいガチャの方来ましたんで、まあ、イベントの方も来ましたんで、まとめていこうかなというふうに思います。それでやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがまずですね、イベントの方、ログインの方ですね、ログボの方実装されてます。補給勲章もらえるっていうですね、いう感じです。いいっすよね、もらえるのはですね。まあ、あとまあ、ミッションの方とかで、ね、実装されているっていう具合になってますね。はい。あと、ペアルック購入ですね。これ購入5700銀券ね、ちょっと抵抗ありますかね正直な話。2位の衣服解放で、副報酬、まあ、8勲章か、買わんすかね。うん。で、あと、キャッシュバックイベントの方ですね。はい。まあ、これ、パラシュートもらえるのいいね、これ。割となんか、いいと思いますね。あとで買いますかね、これ。うん。しかも、まあ、あとで490金券返ってくるんだったらね。うん。実質、まあ、無料って感じですよね。あと、チャージ特典の方来てますね。なんか、謎に1分後にリセットになってますけれど。まあ、多分そういうわけではないと思いますね。補給勲章もらえるのは普通に美味しいかな。でも、ボーダーライン3280金券なんで、毎日3280金券チャージしないといけないのっていう。そこちょっと大変ですよね。で、あとはね、新しいこの、石壁の戦いのね、ミッションの方。しれっとこれ2023年登場予定となってて、まあ、曹操のスキンの方も2023年に登場するんでしょうね。曹操入るかどうせやったら、ね、曹操軍に入って、陣営入ったらどうなるわけ？どんな感じ？報酬があるみたいな感じなんだ。補給勲章か報酬。なるほどね。で、個人ポイントが貯まれば貯まるほど、補給勲章とかいろいろもらえるっていう風になってるんですね。オンライン時間でポイントが貯まっていくんだ。なるほどな。あと、通常バトルのダメージとか、消費金券で上がっていくっていう。なるほどね。まあ、ぼちぼちもらっとけばいいんじゃないでしょうか。とりあえず、まあ、参加してからもらえばいいっていうね。まあ、こんな感じですかね。とりあえず、まあ、チャージイベントの方、チャージしていきましょうか。はい。OK です。チャージの方してまいりました。早速受け取っていきましょうか。受け取ると。これでまあ、おられるのはいいですね。まあ、毎日チャージですけれど、明日は3280金券までは入れないっすかね。何金券止めがこれ一番美味しいんだろう。300金券止めが一番うまいかもしれないですね。明日からは多分300金券で止めると思います。はい。一応あれもしときましょうかね。このキャッシュバックされるやつとかも買っておきましょうか。パラシュート購入して。いいね、パラシュート。なかなかいいと思います。展示もできるんでしょ、これで。パラシュートね。飛行グッズになるわけか、これ。展示と。いい感じっすね。だいぶいいっすね。普通に。あとガチャ回しましょうかね。今回ガチャこんな感じ。交換ショップがないのがね、なんともっていう残念な感じではあるんですけれど。まあまあまあ、普通に補給勲章のガチャっていう、そんな感じですよね。中身ね、金額確率ね、まあ電動チケットが入ってるんで、実際はまあ 1.3% っていう。とかこれさ、パラシュートさ、購入したらこっからなくなるんだ。これ被せれないんだ。それ先に行ってよ、それ。めんどくさ。めんどくさくないか。まあでももともと中身こんな感じになっていて、まあ、パラシュート入ってない状態だったから、ここにパラシュート書いてあるのはちょっとなんか、若干おかしい感じなんか。購入した人はここに書いてるって感じなの？なんか謎だよね。そこら辺の仕様がさ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、そういう具合になってるっていうね。いや、交換がマジでないのか。残念だな。まあ、いっか。ね、普通にも特典もあるって感じ。別に特典にスキンとかは入ってないって感じだもんね。OK。とりあえずじゃあ、ガチャの方回していきましょうかね。はい。よいしょ。まず10連目から。わ、出た。この方式。で、これ最初に上に上がったら、これあれっすもんね。シークレット解放っすもんね。とりあえず1回は、上に行ってほしいっていうふうに思うんですけどね。なんかスタンプが俺被ってるんだけどさ、スタンプ被ったら何になるんだろうね。スタンプ被ってるけど、スタンプ被ったらオレンジチケットなんだ。へへ。初めて見たスタンプ被るところ。ね。で、20連目と。とりあえずまず、天井は達成してほしいんですけれど、なんだかんだ俺達成せんような気するんだよな。50連目の天井消費で最初達成させようみたいな、そんな思惑だと思うんですけどね。はい。内心そう思ってますよ。10ですげえやろこれ。天井消費であれでしょ。達成させるやつでしょ。多分、うん、50回までは天井ほぼ達成されないやつ。あ、達成されましたね。行った。なんか出た。これ仲間だろ、これ。いや、仲間いらないしね。仲間いらないっすかね。これ仲間いらないっすね。しかもオレンジ枠だし。これで、シークレットアイテムが出ると。何になるわけ ?SC ボイス入ってるんだ。中国語セリフ。以弱为强者。マジで中国語やん。お、マジで中国語やんね。なんて言ってるかわからんよ。以弱为强者，非为天时，亦一人谋也；非淡泊，无以明志；非宁静，无以致远。亮也只有鞠躬尽瘁，死而后已罢了。何言ってるか俺さっぱりだ。リストとしてさ、まとめようと思ったけどさ、多分需要ないと思うんで、まとめないっす。続き回していこうと思います。いやでもなんか、金額が欲しいっすよね。うん。シークレットいろいろあるのはもう分かったんで。これ一回なんか仲間出してもさ、ゲージこれ、リセットされちゃうのが、何気になんか、ちょっとあれっすよね。いやー、リセットされんかったらいいんですけどね。うん。とりあえず得点もらっといてから回しましょうかね、まだ。いや、なんか金額1でなんかな。結構今回は回す予定なんで、そこそこは金額出てほしいんですけどね。全然なんか行く気配も見えないっていうね。じゃ次回していきますね。
いや、上いかんかな。天井達成しないですからね。いや、シークレットいろいろ出してみたいんですよね。結構多分前回ガチと同じ感じでパターンがあると思うんで、いや、全然いかんじゃんね。結構パターンあると思うんですよね。一部まで出てないスキルとかもあったりとかもするんで。よいしょ。いや、これ次天井で達成されるやつかな、これ。だって 1.3% だもんな、チーム確率。1.3% はそら当たらんよな。全然ウィーク来ないやん。ね。ね。1.3% はほぼ達成されないもんな。なかなか当たらないよね。だって今70回回してから金幕ゼロだよ。70回で金幕ゼロ普通にやばいよね。たくさん回せるからっていうことでね、確率絞っていいだろうっていう風にしてるよね。まあ、電動チケット増えるガチャやね。電動チケット増やしガチャ。もしかしたらこれね、100連ぐらいしてさ、金幕ゼロの可能性ある。したらやばいよね。超絶なんかもう、やばいガチャっていう。もしも僕が金幕出なかったらもう皆さん回さなくていいです。正直。あ、上行った。あ、でもなんか、ウージー出たね。ウージーこれ出たらさ、何になるんだろう。あ、で天井のやつも出たね。天井達成されて、すでに金銃出たっていう。いいね。おー、ダブルで出た。ね、まさかの。まあ、一つ、天井部分がありますけどね。いや、天井じゃないか。あ、よう考えたらこれ天井じゃないわ。次、100回で天井なんで。で次、M27 と。これ完璧でしょう、じゃあ。ね、10連で、こんだけ出したら、3番いいよ。これうまいでしょう。これは美味しいと言わざるを得ない。マジでね。で、シークレットが出ると。これ2つシークレットなんだ。なんか仲間おる。え、またボイスあるじゃん。あ、日本語セリフもあるんだ。シークレット。日本語もあるじゃん。で、あとは、孔明の仲間もあるんだ。誰がいるんだそれ。誰がいるん、いらんでしょ。生産あらば天地を分かつ一曲も、すべて帝の志受け継ぎて今雪辱を晴らさん。この諸葛亮死死戦の地やむのみ、高顔無知も華々しい。声いい声なんですけれど、汎用性ゼロのボイスしかないっていうね。天よ、なぜこうも無情なのでしょうか。それ傭兵の道は人の輪にあり。どこのタイミングで使うのこれ。マジどうも、まあ全くこれ汎用性ないね。うん、まあまあまあ悪くはないかな、うん、逆に面白いやつね。ちょっとワンチャン当たらんからワンチャンね、何言ってるかわからんさ。 SC ボイスでもいいですけれど、当たったら逆に面白いぞ、うん、次まあ続きちょっと回していこうと思います。まあ銃出たら結構うまいっすね。普通に27もいいですけれど、ウージーの金銃嬉しいっすね。もう上行った。お、出ましたね。昇級出ましたよ。いいじゃないですか。消去可愛いからね。いいと思います。消去はシークレットなんだ。消去シークレットあれなんだね。周囲になるんだ。周囲シークレットなんだ。ね。これしかもなんかあれでしょ。消去当たったら、これ来るっすもんね。勲章が追加でもらえるっていうね。うめ。普通にね。当てればもらえるんで、結構いいと思います。ちょっと続き回しますかね。なんかシークレット当たらんかな。たまには。あ、浮いた。ああ、そうじゃなかった。コウメ当たったね。コウメは割といいと思います。コウメはこれ当たったらシークレットは何なんだろうね。何が当たるんだろう、コウメは。コウメと。コウメキルボイスあるからな。俺キルボイス俺拡張させたろかな、俺。拡張できるからね。誰も使わんだろう。誰も使わんキルボイスよくないですか、逆に。コウメはシークレット何なんだろう。コウメ馬なんだ。馬シークレットな。馬シークレットなんだ。馬シークレットか。で、なんかシークレット1ぐらい当たってほしいっすよね。次回します。ね、何かしらシークレットだったら面白いと思うんですけれど。これ回しながら確率見れるんかな。あ、見れるんだ。これあれなんだね。あの、シークレットは来たらさ、確率上がっていくんだね。今まあ 2.4% 確率。じゃあまあ、当たった方が、当てれば当てるほど、金幕確率は上がっていくかしらっていう、そういう風になってるんだね。そういう風に考えるとまあ、悪くはないんかな。わからんけれど。ね。まあ、回せば回すほど確率上がるってね。一番なんかツボにはまりやすいような設定っすよね。全然上行かんけど。全然上行かないですけどね。2ってね、スーパーの割に行かないけど。あ、行った。あ、ボイス当たった。しかも中国語のボイス当たったぞ。中国語のボイス。ね。来た。後で使おう。で、ボイス当たったら、シークレットあるんだ。お、出た。シークレットの AW。AW もシークレットなんだ。できれば AW 当たってほしいけどね。こいつボイスあるの？ボイスはないんだ。でかい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 。でかいでかい。いや、なんか、あれっすね。いろいろシークレットあるんだ。シークレットはちょっとまだシークレットあるんだ。今確率どれくらいだろう。上がったかな。あ、まあ上がってないんだ。今の確率がまあ 2% ないぐらい、ギリないぐらいですね。 2% ないぐらいの確率と、あとまあ1ぐらい出ればいいかな。12枚、なんでそんな半端な枚数なんだろう。あと1ぐらい金幕出るかな。微妙なところですよね。1出るか出ないかって感じかな。もうでも出らんかな、金幕は。なんとなく出ないような気もする。そんな気もね。うん、出ないですね。最後、天井達成して終わりかな、俺は。天井とかあるか。得点達成して終わりかなって感じですね。いった。なんかシークレットなんかなぁ。あー。飛行服はやれない。飛行服はやれないっすね。飛行服の枠も、あーってないんだ、もうシークレット。
じゃあ確率も押していくだけか。最後 1.6% ね、確率ね。1.6% か。1.6% は多分当たんないだろうね、金額ね。そんな気すれば、うん、当たんないっすよね。最後の10連ですね、これで。200連分の得点は僕は保管しようかなと思います。はまあ、10回回したところで、別にそんな変わんないと思うんで、はい。まあ、そんな感じっすね。最後回さんでよかったな。まあ、結構、ゲットしたんじゃないですか、今回俺。スキンの方ね。だいぶゲットしてると思うんで、まあ、悪かないかなとは思います、ね。SC ボイス面白すぎでしょ。中国語の何言ってるかわからないやつね。絶対おもろいや。使おう、今度。で、孔明出たらもおもろいね。これ拡張したろっかな。うん、孔明。ね。おもろいじゃん。敵将を打たせていただきましたらさ、ね、使ったろっか。うん。逆におもろいかもしれん。拡張したろこれ。誰も多分これ拡張しないと思うんで、マジで少ないと思うから、逆に面白い。ここまで拡張しといて、俺これ使うわ。OK です。コメスキン使おう。今度から。おもろいんで。おもろいから使おう。あと、拳銃あったよね。拳銃が。ね。まあ、27はいいや。ウージーをね、最大拡張まで持っていっておきますからね。これ最大拡張したら結構かっこいいよね、みたいなね。ガンダムみたいだな。なんとなく、そういうテイスト。ガンダムとかと、進撃のスキンって言われてもね。私、これ自由の翼のスキンですよって言われても、違和感ないっすよね。拡張して、OK です。ね。自由の翼のスキン、これですって言われても、全然その違和感ないから。ね、使ってみよう、一回。これ拡張させたらやつおらんだろうな。ね、これ拡張させたりしておらんでしょうね。しばらく使おう。うん。意味わかんねえキルボイスだもんな、これな。敵将打ち取ったりみたいなね。全然追ってないもん。うん。後ろがこれ邪魔だね。隠せないし、これ。うん。撃たせていただきました。撃たせていただきました。撃たせていただきました。まあでもいいね。うん。いいと思います。かっけえ、マジ。ボイスも設定しとこう。ボイスもね、これでね、ボイスも使えますよ、自分。ヨーヨー三天、何言ってるかわからんもんな。何言ってるかわからん、寿司ボイスやもん。うん。通過を今度から。